の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。妬み、ひがみ。人の幸せってにくいじゃないですか。どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりと言いますか、先週僕はちょっとお休みしてしまいましてね、申し訳ございませんでした。病床にね、インフルエンザになってしまって、はい、なので、もう治ったんですか？もう治りました、完全に治りましたんでね、治らないと出ちゃダメですからね、うん、もう完全に外出もしていいんですけど、だから初めてなんだよ、その今年。いや本当だろ、さすがに普通に計算しても本当だろ、もう怪しい日数でもねえわ。初なんだよこのブチラジが、一応今年ここで撮るの。そうね、何やかんやありましたからね、一発目は、井口くんは初ですね。違う違う、お前もだよ。そうか、うん、ビル君ちだもんな。そうし、なんか撮ったっていう実感がないんだよな。まあだろうな、うん、で、正月一発目はここでやってますけど、うん、あれはまあね、ちょっと時空を歪ましてのおやつなんで、日本撮りだろう。ええやん、そんなの。というか先週はね、だからお休みしてしまって申し訳なかったんですけど、じゃあ明けましておめでとうじゃないですか、これがね、我々的には、うん、まあまあまあ別に、ね、まあそう、2人揃って、まあ一応だから2日にはやってるけどな、うん、2日には言ってるからもういいだろ、別に言わなくても、言われたくもねえだろみんなも、いちいち。いやいや、でも一発目ですから実質の、うん、いいよ別に、なんでそんなに堅くなに言いたがらんの。言わなくても、今でもう20日ぐらいになるんだよ、もうそろそろ、うん、そんな時にあげましておめでとうとか言われてもう嫌だろ。もう月の半分経ったんだ、もう。いやそうですよ、うん、すごいがん、つまんねえ話だな。早いか、ただのおじさんの話じゃねえかよ。ちょっと YouTube を見てる方は分かるかもしれませんが、この目の前にね、このビールをいただきました、秀村さんがね、ありがとうございます、ブチラジのロゴをこう入れてくれて、うん、このパッケージのデザインをできるビールなんですかね、それを今日初めてね、我々も見て6本あったんですけどね、6本送っていただいて、箱を開けたら1本ないようですけど、あー、でも箱に小林って書いてましたね。あの1本空いててね、ビールが、そうそうそう、瓶がこう並んであるべき場所にね、あるべき場所にそのビールが1本なくって、うん、小林って書いてそこにね。どうやらこのブチラジで初めてね、普通に考えたらブチラジで初めていただきまして、うん、別に皆さんで分けていいですよ、それはもちろんね、もちろんね、ただそんなここだろ、うん、まずは一発目ここで移してからそうそう、みんなで分けてね、うん、まあ僕のインフルエンザがあったとはいえ、とはいえ、まあ、おそらくその前ですけどね、絶対撮ってたのは、うん、そうらしいですね、年末にはもうなかったらしいですよ。これ結構 ね年末に送ってもらって、多分真っ先に撮ったんだよ、うん、で無償にその配ろうとしてたんだ、みんなに、うん、その小林さんがね。でもいやいや、ブチラジでやってからの方がいいでしょっていうことになって、うん、なんかおかしいなってみんなうっすら思ってたんですけど、うん、どうやら自分がもう取っちゃったから、もう持って帰っちゃったんですね。いや速攻家で飲んでんだよ多分。だからもう帰りの電車で飲んだから。もう戻しようがないから、みんなに配りたかったけど配れず、うん、だから小林って書く苦肉の策で。いや、もしありがとうございました、秀村さん、ね、ありがとうございました、美味しくいただきます、みんなで ね飲みたいと思いますんでね。かっこいいっすねこれ。いやいいですね、このロゴが、ブチラジのロゴが入ってますからね、うん、まあ、これを皆さんでちょっとね分けて飲ませていただきますんでね、よろしくお願いしますということで、はい、そんなにガン見すんだずっと。いや、なんて書いてあるのかな思って、 Thank you for your hard work って書いてある。ああ、あれ、ね、まあまあそうだ、僕に対してじゃない、じゃあだろうな、うん、お前は何にもしないんだから、うん、本当に本当にって、いや、そのインフルエンザになって大事件というか。まあね、いやまあねじゃないんだよ、うん、お前なんで本当問題は。そのインフルエンというか、まあ、僕が体調悪いなと思って、うん、まあ、結局そんなに熱は出なかったんですよ。7日の日でしたっけあれね、7日の日に、うん、で竹内、まんじゅう大帝国の竹内は40度以上の高熱が出たってインフルエンザになって、うんうんうん、それが2日ぐらい続いたとか言ってましたけど、でその前の日に僕ら一緒にライブで出てますからね、そうそう、あいつでしんどくなって、うん、ちょっとこれ一応確認した方がいいなと思って、でうん、まあ、8度2分ぐらいだったんですよ僕熱出たんですね。そうそう、8度2分でも8度2分ぐらいしか出てなくて、うん、平熱ですもんね井口。平熱ではねえわ。まあでもしんどいなぐらい、まあ結構しんどいけど40度とか出るのとは全然違うじゃないですか。違うんだ、まあね、いや違うだろそりゃ。あんま俺出たことないんだよなそれぐらいのレベル。いや、じゃあまあまあそうだとして、しんどい、だからこそで、だから今からそのことについてお前に対して言及するから、だから、あ、そうか。で、病院行って、まあ、インフルエンザですってなって、うん、ってことはまあもう休むし、鼻入れた、これ鼻に入れた、鼻に入れる、もう、うん、この令和の年に他のやり方ねえのかよと思うよって思うよな、あれ。インフルエンザのチェック、鼻からもう喉、ここに来る喉に当たる感じが分かる、ここに当たれるの分かるもんな、後ろ頭にな、後ろ頭当たってねえ、そんなとこ入れてねえわ。そんな脳の髄の液を取ってるわけじゃないから、あれ喉だから、コツンコツンって言うなってねえわ。
いいよ、頭蓋骨的なものをこの番組で話題に出すな、もう。そうか。で、まあやってうーってなりながら、したらインフルエンザですねってなって、で、うん、もうその場で薬飲んで、うん、あとはもうその日ぐらいにもう熱下がって、うん、まあ、その日というか次の日ぐらいに下がって、うん、だったんでよかったんですけど、うん、でも一応仕事は休まなきゃいけないんで、まあね、あのエルシャラカーンのシローさんのトークライブの MC だったんですけど、それちょっとシローさんに申し訳ないんですけど休ませていただいて、うん、まあ、ライブもちょっと2つぐらいお休みさせていただいて、そうですね、でブチラジもあったんでこれも休まなきゃいけないということで、うん、そういう段取りをしてたら、うん、グループラインにお前からポンって入ってきて、うん、すいません僕もしんどいです多分インフルですみたいな急に言い出してで一応みんなもあじゃあちょっとそれ終わってからどうするか考え、検査の結果出てからどうするか考えよう、明日病院行きますって夜だったからね、そうそう、もう夜中で咳も出るしもうしんどいです多分なりました俺もみたいになって、うん、まあでも相方だし、うん、なるだろうなと、で竹内とも楽屋一緒だったしね、そうそう同じライブで、で若手のライブでもめちゃくちゃみんななってたんで、みんななってたんですよ、だからもうこれはなったなと思って、うん、じゃあ明日を待ちましょうっていうことになって、で、うん、次の日またポンとお前からグループ内に入ってきて、うん、違いましたってそのあんま聞いたことなくない、病院行って違いますって言われるやつこの時期どういう感じだったのその詳細というか、まず、うん、僕がインフルになりましたって、まあ、夜ね、その前の日の夜になって、その時にもうしんどかったって、しんどかったのか、まずていうか、まあその昼間にご祈祷があったんですよ神社に、うんうんうん、それでまあ竹内の相方であるエーマ、田中エーマもおったし、うんうん、もうそいつ絶対金持っとるわ、まあ、もうおそらくですよ、いやなってないよ結局、だから持ってなかったんだけどね、うん、でお前はその日の夜に発熱したわけじゃん、うんうん、まあ金を持っとったわけ、まあまあそうだな、そん、まあ、井口とはその正直そんな近くにおらんかったけど、まあ大丈夫かなと思ったけど、エーマとは喋ったなと思って、うん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 、でもだんだん不安になってきて、うん、やっぱ咳ってこう金を吐き出すじゃないですか、作業じゃないですかまあまあまあね、だからもう断るごとに咳しまくってたんですよ俺自ら、うん、あの吐き出すために金咳ってそういうことじゃないからとか、手がカピカピになるぐらい洗いまくって、そういう問題じゃねえんだよ、虫歯になってから歯めっちゃ磨くみたいなやつだろ、要はもう、うんうん、うがいしまくって、そしたらなんかだんだんなんかあの喉がイガイガしてきて、これはやばい引き始めじゃと思って、カッコンと飲んで、そしたらなんかだんだんこう、まあ酒飲みたいけん酒飲むが、いやそれもうダメだよ、もうじゃそしたら体がポカポカしてきて、あれ熱っぽいなと思って酒だろ完全に、あれ熱じゃねえかなと思って、で飯食おうと思って、栄養つけてきて飯食って、で食って、うん、食った、食えたってことだろもう、余裕で、うん、酒飲んで飯食えたんだろ全然でその段階で分かるだろ大体、で体が熱っぽいし喉も痛いけん、これ絶対なったと思って LINE 打って次の日行ったら、まあ、受付であの熱測ってください、で僕もそこで測ったら8度4分とかあってすぐ隔離ですよ、うん、そしたらちょっと高熱なんでこっち来てくださいって言われましたよ、うん、それ言うのは、で俺マスクして行って、一応で熱測ったら 36.1 度、平熱中の平熱でどうするんだよ、そんなすぐマスク取っていやいや、でもその温度、顔隠しながら温度いや問診票とか書くの、一応だるいとか、ね、熱っぽいとか、だるい喉の痛みって書いてあるとか、本人としてはもうインフルの検査のために来るぐらいの気持ちだろ、そう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 、で測って6度しかないんだろ、うん、でやばいと思って、で一応逆にやばいと思ってで出して、普通にもうマスクせんでも怒られんし、なんか入ってくださいっつって、でまあどうしますかって、その発熱がないみたいですけどはずいな、めちゃくちゃはずいよ、検査しますかって、おうおう、まあでもあの仕事があるんで一応その証明のために受けたいですって言ったら、うん、あ分かりましたということで鼻突っ込まれ て, て, て、その苦しい思いだけすることになるの、うん、要はで待合室で、まあすぐ終わっても待っとったら、うんうん、その受付の中から看護婦さんが、うん、違いました普通隔離してあのチェックのやつ持ってきて、うん、インフルエンザ A 型でしたねって、もう一回呼ばれて お医者さんに言われるが、普通そうそうそう、それでそれお医者さんにそれ見せられて、あのもう本当になんならここだけの話ですが的な感じでやるじゃん、そう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 、インフルエンザ周りにもね患者さん、他の患者さんいます、そうそうそう、移ったら困るしみたいなこと でその場で処方もう薬飲んであの本当にじゃあこの期間家出ないでくださいとかなるのを、あの小せえ小せえ会計の窓とか違いました、恥ずかしいな恥ずかしいな、で違いましたって言って普通にピザ食いながら配信したの、うん、元気すぎてゲームやって、ね、でしかも喉もその咳しだしすぎて炎症起こしとっただけ自分から菌出すために無理やりうわって無理やりやったので炎症起こして、何なんだよそれもう、で結局ビビリ風だから違うってなったら元気になったんだろ、うん、元気になっためちゃくちゃ元気になった、もうメンタル以外の何者でもない、うん、勝手に思い込んで、いやあれは恥ずかったな、恥ずいな、その36じゃし、もうこの時期に行って
で、あんま違うことないもんな、うん、その36っていうのは年齢もな、うん、年齢とたまたまその体温が同じだから、その恥ずかしい、鼻水も止まったしな私偉いもんで違うって言われた瞬間にだからそうなんだよ、まあ、気持ちっていうのは本当にありますからね、病は気からですよ。僕も逆に、うん、これ気持ちでだるいだけだなと思ってたけど本当になってるパターン、ね、そっちもあるしな、うん、まあまあ行くに越したことはないですからね、それ全然いいんですけど、結局違ったってことね全然違ったはずいよはずいよ、はずいよ、まあそれはしょうがないですからね。ちょっと笑いよったもん、なんか絶対笑ってるよ、笑っとったと。違う、もうバックヤード的なところでは大爆笑、大爆笑しよったのな。36度1分であいつマスクしてきたぞ途中で撮ったのも恥ずいしな、まあそうかけたら撮ったの俺なるべくこう体温も高く抑えて高く上げたいもんな、上げたかったな。あそこに来て6度で停止するとき恥ずいもんな、恥ずい。解熱剤飲んできたことにするしかないもんな、もうそうだったらまあちょっとやつちょっとね、まだまだ流行ってるみたいなんで、皆さんも気をつけてください、引き続き気をつけてくださいね、はい、僕も気をつけますね、またすいませんでした、はい、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通おたのコーナー、普通のお便りを送ってきてもらってます、はい、行きましょう。こけしヘア、うん、井口さん、河本さん、こんばんは。はい、こんばんは。ブチラジ配信400回記念で当たったステッカー詰め合わせが年末に届きました。あ、そうかそうか、当たった方だったんですね。あれ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まさか自分に当たるとは思っていなかったので、とても驚くとともに本当に嬉しかったです。うんうんうん、過去のステッカーどれもかっこいいデザインで、うん、ほぼ全てにイノシシがあしらわれていたのはさすがの一言でした。あ、そうでしたっけ。さすがといえばステッカーの数が13枚というのも、うん、やはり何かしらのメッセージなのでしょう。違うよ、そこら辺にあるのかき集めたら13枚だったんだそしてステッカーが入っていたアバンテーベの封筒には宛名の下にブチラジのステッカーと記され、目立つように丸で囲ってあったのも一種の恥ずかしめということなんでしょう。違うよ、お前が送ってきたんで、だからいい恥ずかしめではないわ。年末の忙しい時期に手書きで宛名を書いて送ってくださったスタッフの方、本当にありがとうございました、うん、おかげさまで嬉しい年の瀬になりました、うん、18日の仙台お笑いライブ昼の部のチケットを取ったので伺う予定です。そうだ、18日に仙台に行かせていただきますからね、からできてると松尾さんと行きますんで、はい、ぜひね近くの方来てくださいね、はい、よかった、大事にしてください、ステッカーいいね詰め合わせは、ね、僕らも欲しいぐらい。出待ちなどできればこけし部屋を引いてくださった河本さんに直接お礼を言いたいです。僕に言え引いたの俺だもんな、まず僕に言え。今年もブチラジを楽しみにしています。長文失礼しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやいや、よかったよかった。無事届いたみたいですね。当たったんですね。なんか、送って届かないことは時々あるみたいですけど、うん、ボロボロの封筒が返ってくるっていうの、なんかツイッターで。あ、見た見た。なんか、汚れに汚れたやつだ。どうなったんだよ。どうなってあんなことになるんだよ。いっぺん、ベルトコンベアの刃の間に落ちたんだよ。ぐらいの感じで、ちょっと、皆さん、住所と本名書いてね。そう、本名が必要なんですよ。これ、ブチラジネームじゃなくてね。ステッカー送りますんでね。うん、ブチラジネーム、ゴリラのおうち。うん、それ井口さん、河本さん、こんばんは。はい、こんばんは。最近ブチラジを知ったものです。うん、去年の M1 の予選だったかで好きになって。ああ、ありがとうございます。今はもっぱら YouTube で過去のブチラジを聞いています。ああ、ありがたいですね。新しい回から順に聞いているので、わからない用語やノリがたびたび出てきますが楽しいです。まあそうだな、ありがとうございます。早く全部聞いて、他のリスナーさんみたいに井口さんを舐めているようなお便りを送りたいです。送ってくんな、してます。送ってくんな、どんだけ聞いても。舐めんな、マジで。舐めてるやつがマジで嫌いだからな、普通に。普通に嫌いだもん。普通にそのなんかラジオのノリとかじゃなく、マジじゃもんな。マジでマジで嫌いだって。そのもう腹立つんだよな、前回なんか、前回も前回の配信見てなんかふわーってなってるやつ結構いただろ。なんで？いや、なんかその真面目に考えてるみたいな、うん、たまには井口さんがいなくてこういう回もいいぞってなったけど、うん、言っとくぞ、僕が一番考えてるから、そもそも日々何も言ってないよ。なんでそれを口に出さなきゃお前らは分かんないんで、口に出したやつのみが考えてると思ってんで、いい加減にしてくれよ本当に。ねえ、そんなんばっかやったらいいよ。じゃあ裏側だけ見とけバカ。裏側大好き人間どもがよ。その M1 アナザーストーリーとかあるでしょ、それはそれで素晴らしいけど、うん、感動した感動したみたいな言うじゃないですか、うんうん、僕はもう見たくないよ正直。そんな別に感動したいわけじゃないからね、うん、でそれはいいよ、楽しく見る分には、うん、これをレギュラー化してほしいとかいうやついて、うん、もう裏だけになるぞ、そんなことしたら。それはダメよ、何にもなくなるぞ表が、うん、裏側大好き人間と思うがやってんだよ全員全員やってるの隠してるんですよね。その別隠すと、まあその言わないだけで、うん、僕だって本当はこんなんじゃないですからね。お前はこんなんなんで、それなんか河本さん実は考えてるんだみたいな、バカか、詐欺に遭うぞそんなことで信じてたら。そんな上辺だけ救って生きてたらすぐ詐欺に遭うぞ。もっと本質を見ろ。
僕はもうずっとお笑いやってますからね。やってねえよ、何にもやってねえんだよお前。考えてもねえし、お笑いもやってねえし何にもやってない。だから今本当にその M1 アナザーストーリーをめちゃくちゃにするためのモチベーションで M1 優勝したいもん僕は。アナザーストーリーになったらほんま俺らめちゃくちゃになるよ。もうめっちゃイエーイとかだけやって本当に何もやってないそうそうそう、おそらく優勝したら俺泣くから。そう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 、メンタルだけ弱いけどな。そうそうそう、泣くだけ泣いて何にもやってない。泣くだけのことはしてるけど泣くだけのことはしてないんだよな。ない、ね、内容何にもねえんだよ。だからその密着してもでもそのモチベーションで優勝してえわ。そうね、だからいじってくんの絶対にな。うん、舐めたらいけいかんぞよ。いやでも本当になるんだな、すぐ、うん、いくらでもやってやろそんなんだったら。ほんま井口がの大切さを痛感したよ先週は。やっぱりいやいや、だからそういう声じゃなかったよみんなの反応見る限り。これはいいな、これはこれでいいなみたいな。じゃあそれを毎週見るか、ビル君ちてバカみたいにピザ食ってそんないいよ、そんなクソみたいな配信やっとけよ。じゃあ毎週どっちかでお前らが選べるのは、いつもの配信、僕のあるこの面白配信するか、面白配信するか、ピザ食う、なんか暗いピザ食う話でも見とけじゃあ。マックスにしましたもん音量、声小さすぎて、小さすぎてな。ピザ食い話見とけじゃあ。咀嚼音でもう不快なんだよ、不快なんだよ俺の。そうそう不快。あのマッサン、うん、あの津山にね、我々津山のウエストランドに行きました行きましたからね。あの、まあ、地元帰ったんですけど、地元の友達のマッサン、うん、マッサンブチラジをずっと聞いてますから、うん、めちゃくちゃ怒ってましたよ。何をその回マッサンだけ井口がいなきゃダメだというか、クソ回だ、マジでクソ回だ。さすがだね、咀嚼音がマジで不快だしなんであんな寄せ人の家で配信するんだよみたいな、そんなめちゃくちゃ怒ってましたよマッサンは。俺マッサンまたコンビニ行ったけどおらんかった。まあいいよマッサンの話は。ちょうど僕の実家と嫁さんの実家の間にマッサンのコンビニがある。マッサンがセブンイレブンでオーナーやってますからね、うん、今で僕はもう必ずあのマッサンのコンビニで買い物するようにしてるんですよ、うんうんうん、あのお金を落とすために、うんうん、で今回もそのまあ昼と夜も行ったかな、うんうん、おらんかった。いや別にいいよ、そんなんだその話。マッサンおらん、マッサンがいなかった話。おっちゃんおったけどな。いやいいよ別にその山本って書いて、家族でやってる、家族でやってるからな。漢字読めんけん、ひらがな。そんなことねえぞ怒られるぞマジで。いやマッサン怒って、あの回に対してマッサンだけ怒ってた。ああそう、やっぱ相当不快だったらしい。その寄せ人がピザ食うなって怒ってたよ。高級品をな、高級品を食うなって言ってましたね。いやありがとう、そんぐらいですか。なんかあります。あるけどどうしよう。いやいや、まあじゃあちょっと読みましょうか。読む。うん、ブチラジネーム独身エイト、海の王者巨大シャチを追え。読まなくてよさそうなやつだな井口さん、河本さん、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。お待たせしました、独身でございます。はい、お待たせしてねえよ別に、待ってねえよ井口さんが出演されていたお正月の前人未到を拝見しました、うんうん、ありがとうございます。結果は悲しいものでした、うん、ただバラエティとして最高に面白かったです。でもマジで下がりましたからね、パンチ力ね、うん、綺麗に10キロずつ弱くなっていく井口さんのパンチ、たくさん笑いました。いやーすごいよな、そんなことなるんだと思ったよな、うん、ところで井口さんのお家での筋トレの場面もありましたが、うん、シャレ神戸が一つも映ってないことが気になりました。あるわけねえだろ、あっても映さねえよ絶対もしあってもシャレ神戸ファンの私としてはでもシャレ神戸メインで好きになってんだよ。そこだけが残念でした。カメラの後ろには息のいいのがたくさんいるのでしょうか。息なんかいいわけねえだろ、シャレ神戸死んでんだから全部なんだと思ってんだよ。教えって書いてある、教えてウエストランド、ね、なんだそれ。いいよ、まあまあありがとうございました、見てくださってね、面白かったですね。腕立て1万回マジでやってね、パンチ力が下がるという、うん、本当にやってましたかもね。本当にやってた、本当にきつかった、やり遂げたしね、やり遂げた、本当にきつかった。本当にカメラ回してない時は一つも文句言ってないですからねこいつそんな言い方をすんな、ほんまに。カメラが回った時だけくせーってカメラ止まったらもう一生懸命いやいいよそんな言い方すんだ なあじゃねえんだよ。一生懸命ネタ書いてな。いやいいよ、だからもう誰も笑わなくなるんで、そんな、いろんな収録行ってな一人で。そうだよ、お前は何もしねえからだろ。すげえよ、ふざけやがってよ。もう一枚あるよ。ああじゃあ行きましょうか。ブチラジネームアニマルマニア、うん、井口さん、小野さん、スタッフの皆さんこんにちは。はいこんにちは。井口さん、インフルエンザからの復帰おめでとうございます。あすいません、ご迷惑おかけしまして。年末年始で忙しさで疲れが溜まったんですね。うん、そして将来の選挙区である津山にある本家ウエストランドへの凱旋営業どうでしたか。いやいやありがたかったですね、たくさん人来てくれて ねすごかった。元気すぎるご家族とも過ごされたようでリフレッシュできたことでしょう、うん、いやマジで不老不死だよ。先週は他のブチラジメンバーの意見を聞きましたが、井口さん今年ブチラジでやりたいことありますか。いやいやブチラジでやりたいことっていうか、その不老不死なんだよじいちゃんばあちゃんが来とったな。だってそのもう僕らとしては本当親父が病気でとか、うん、死んじゃってぐらいの年の中、ばあちゃんとかがお笑いライブ見に来るんだよ。見に来とった。おかしいだろ、うん、一つもボケてない。おばちゃんも来とったな、マリオも来とった。まあまあ来てましたよ、うん、一つもボケてない。こっちの方が
舞台上でボケてるぐらいなもんで、その全然ボケてない、ね、何なんだろうな、まあ、まだ紫になってたな、紫ではありましたけど、引き続き紫ではありました。ユニコーンガンダムみたいなやつだな。そんなピント出てこねえよもう。ただもう多分好きなことやるのが一番長生きの秘訣だと思う、本当に。好きなことでお花やりょうるしな。そうそう、いろいろやってますからね。マリオはピアノやりょうるしな。まあピアノが好きなことか分かんない先生ですけどね。ロケットマンだよ、ロケットマン。はい、以上ふつおたのコーナーでした。ロケットウーマンか。はい、続いてはそんなことあります、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます。はい、バババッといきましょうか。いきましょう。ブチラジネームふすまスイッチ、井口さん、河本さん、こんばんは。はい、友達を遊びなどにさ誘って、うん、断られた時に必ずウエストランドのクソガというラインスタンプを返していたら誰も遊んでくれなくなりました。そんなことあります。まあしょうがないよな。僕もあのクソガたまに使うけどリスキーではあるんだよな、あれな、あの知らない人にやったらブチ切れてんのかなともなるしね。ブチラジネームアンチ、はい、忘年会の出し物で私の同期がバナナマンさんの朝礼のネタをやったのですが、後ろの人が前の人のズボンを脱がすはずが誤ってパンツまで下がってしまい会場に悲鳴が上がりました。そんなことあります？なんであんなむずいネタやるんだよ。出し物でめちゃくちゃむずいよあれな。その間とかの笑いのやつだぞあれ。やめとけ。ブチラジネーム愚か者、居酒屋でバイト中にジジイが梅シロック濃いめでと言ってきました。そんなことあります？こういうやついるんだよたまにな。何のロックの濃いめってなんだよ、調合しなきゃいけないじゃないか。梅酒の濃いめって無理じゃん。そのロックの段階でその、そうなんだから、その製造段階から入ってかなきゃいけない。そうやな。ブチラジネームなんか泣きそう、父が銭湯の脱衣所でパンツを脱ごうと片足を上げたらバランスを崩し、そのまま肘で壁の非常用のボタンを突き破りました。そんなことあります？戦闘中に警報が響き渡りました。どこまでおっとっとで行ったんだ。止まれ。結構硬いだろ、もうパリンって行かんときパリンって行ったんでしょうね。残影権した、うん、いいよ残影権、これねこう肘でやるやつね、アンディ・ボガードのな、ガロー伝説ね、以上そんなことありますのコーナーでした。続いては井口の DM、僕がツイッターのダイレクトメールで送ってしまいそうな文章を募集してます。はい、ちゃんとそういうやつで頼むぞ本当に、うん、大丈夫ですよ。ブチラジネーム暑がりの寒がり、はい、僕と付き合わないの、はい、うん、津山行きなんでそれ。別にその地獄じゃないんで津山は。死ぬよりむごい目に遭う。いやいやそんなことねえわ。殺してくれって言う。いやもう呼んでくれねえぞ二度と。ただ津山イコールな、すごかったらこの間なんか帰って田野村、僕の実家付近なんてマジで街灯一つもないから、うん、いつももう信じられないぐらい真っ暗なんですけど、うん、わあ今回も真っ暗だろうなと思ったらちょっと明るいんだよ、うん、あなんか明るいなと思ったら月がすごい綺麗で明るくて、いや江戸時代かと思いました。その月の明かりでなんかあ今日明るいなとか、月明かりでな歩けるんですよね。歩ける、本当にそういうとこ結構見えるんですよね。逆に月明かりがないともう絶対歩けないですからね。ブチラジネーム独身エイト、海の王者巨大シャチ王へ、いいもういいよ。今から僕の家で飲もうよ。駅の南口を出てまっすぐ進んで2つ目の交差点を右に曲がって16個目のシャレ神戸を左に曲がったとこにあるから。なんでシャレ神戸が定期的に置いてあるんだよ。街頭感覚でな、どういうことなの。シャレ神戸を何だと思ってんだよマジで。16個もあるの。、まあ、怖いよな、うん、どれくらいの距離感で置いてあるんだよシャレ神戸が。まあ、敷地内ですね、もう確実にそれは。まあシャレ神戸が置いてあるとしたらな、うん、置いてねえわ、敷地内じゃねえわ、持ってねえわ、持つかとかの問題でもねえしシャレ神戸って飾るもんですもんね。飾るもんでもねえわ。何なんだよシャレ神戸って、そもそも何する。何するもんだよ。食器としても使う。使うわけねえだろ。灰皿としてねあるっぽいのあるけどな、なんかドンキのやつ、ドンキのやつ、ね、ニューヨークのネタね。まあいい、好きだなニューヨークが。うん、ブチラジネーム無農薬動物、うん、結婚前提にお付き合いしていただいてありがとうございます。今度シャレ神戸総出でご挨拶させていただきます。家族、家族として扱ってるシャレ神戸を。シャレ神戸総出固めてくれやもう設定を。そうなんだよ、どれなんだよ、街灯、街灯なのか家族なのか生きてるのか死んでるのか決めてくれ。食器なのかな。食器はなんかねえよ、お前の意見で食器は。ブチラジネーム独身セブン、宇宙人襲来、うん、もういいよ。来た。増税もあってさ、金もねえし医者からやめろと言われて吸う場所もどんどん減ってるけど、うん、シャレ神戸だけはやめらんねえよ。何してんだよ、その吸うもんなのか注入するもんなの、タバコ的なこと。どれなんだよシャレ神戸は。どっちかって灰皿だからシャレ神戸は。唯一あるのとしては灰皿だよ。灰皿一番近いのはね、唯一あるとしては灰皿だよ。なんでシャレ神戸はそのタバコ側になってやめらんねえみたいな。やめらんねえとかねえわ、そういうコーナーじゃねえんだよ。
マジでコーナーが違うから、以上井口の DM のコーナーでした、はい、続いては罵り先生、罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。いきましょう。はい、ブチラジネームバンプオブビーフオアチキンいいですね、いいですね、今んとこ今んとこいいですよ。罵り先生こんにちは。私は完璧な人間なので罵られるようなことはないのですが。嘘つけ、もうこんなブチラジ聞いてる段階で結果あるぞお前完璧な人間はブチラジなんか聞かねえ、他のことするだろその時間に。そうだな、ぼーっとするがこれ聞くよりマシなんだから生きていく上では。何かしら罵って私をせめてバイトができるようにしてください。何もしてないじゃねえか、完璧な人間じゃねえよ、バイトもできねえんなら。働く気がさらさらありません、よろしくお願いします。ふざけんな、すぐ働け。このメール書く前に履歴書書け。ブチラジネームヤギの目をした魚。うん、わけわかんねえよ。罵り先生お久しぶりです。はい、私は先生に罵られたい欲が強く自分からダメなところを探しに行ってしまいます。違うよ、お前もともとダメなんだよどうせこっちのせいにしてくんねえよ、なんかこれ送りてえから変なことしようじゃねえんだよ。もともとダメな人間なんだよ。なんなら自分からダメになって言ってる時もあります。なってねえんだよ、もともとダメなんだよ。こっちのせいにしてくん な, そうな、一番うぜんで人のせいにしてくるやつが先生こんな私をどうか罵って私の欲を満たさせてください。違う、お前もともとダメ人間なんだよ、それをまず認めろ、クズがよクズどもが、そんなよクズどもがよ。ブチラジネーム樹液スタースタロン。ああ、井口さん、河本さん、スタッフの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。相変わらず嫌いな上司がいます知らねえよ相変わらずかどうか。同僚の悪口を私に陰で言ってくるので、どんな顔して聞いたらいいか分からず、いつも受け流すのがストレスです。まあしょうがないよ、もうそういうもんなんだろ。じゃあ言い返すしかないんじゃない。いつか私のこともそうやって陰で悪口言ってるんですかとあの野郎に言って罰が悪そうな顔を拝んでやりたいものです。言えよ、じゃあ拝んでやりたいもので、言って拝めよすぐな。言えばいいだけだよそんなの。その やるべきこと、できることがあるのやれよ、思いついてんなら、うん、やるべきだよな、うん、やりゃいいじゃねえかよ別に。そんな最近のストレス発散方法ですが、うんうん、帰りの車でドアを閉めた瞬間、その上司に対する罵詈雑言をぶちまけることです。なんでだよ、直接私のことも言ってんじゃないですかって言うやいいだけだろ。なんでその代わりの代替案だけあるんだよ急に卑怯な卑怯もんがよ。これ聞いたやつ全員卑怯もんだからな、マジで。ブチラジ聞いてるやつなんか卑怯なやつしかいねえだろ。誰にも聞かれないように注意を払っていますが、聞かれていたとしたら放送禁止用語だらけなのでまずいです。放送なんかねえか大丈夫だよ別に。情けねえ卑怯もんがよ。お前どうせ裏側とか好きだろ、うん、裏側好きなやつだろこいつ。そこまで言ってないよこいつ裏側好きだろどうせ。聞かれて、やテレビのようにバキュンバキュンとなってほしいなと思います。なるわけねえだろ、関係ねえんだよ、お前裏側好きだろさては。マジの面、マジの面だけ見とけよ。ほんまに嫌なこと言うわマジの面だけ見とけよ。井口さんに罵られることもストレス発散になるので、罵り先生復活は嬉しいです。どうぞどうか罵ってくださいそれストレス発散になるんで、もう歪んでるよその段階でお前は直接言ってね、改善してくださいよ。直接言ってください。仕事の愚痴言っててもね、もうしょうがない、改善できることは改善してってくださいね、うん。以上罵り先生でした。さあエンディングです。ブチラジは YouTube とポッドキャストとオーディオブック .jp の聞き放題プランで配信しております。これが大事、YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。よろしくお願いします。まあブチラジでね、できることもやってきますんでね、うん、また生配信とかそういうのをいろいろやってきますから。ライブとかね、そう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 、それをやってこう、うん、何も考えてないわけじゃないですからね。そうね、一番やってんだから。一番やってるよ井口が。たまにはいない回があってもいいなみたいなやついたからな。ないない、そんなのないよ、そんなのない いない方がいいななんて回はない井口がどれだけ努力してるかな。そんな言われてもきついわこっちも。そのめちゃ毎日毎日ネタ考えたり、うるせんで、そ僕の立ち回り方と考えたりな。まあそれがもういいよ、お前の立ち回りなんても考えなくていいよ。もう R1 があるからな、うん、そっち向けて頑張る。 R1 もあるしな、本番だよこれが。本番、これが本番ですからね、うん、M1 で一回叩いたんで。そうそう、練習し調整は済んだんでね。調整は済んだんで、ちょっと R1 でいけるとこに、うん、たっぷり重しをかけましたから僕はね苦しみはもう散々味わったんで、うん、こっから今もう道着を脱いだ状態ですからね。そうそうそう、こっからはね、2メートルぐらいジャンプできるもん、ね、そうそう、気づいたらめちゃくちゃ強くなってるみたいになると思うんで、うん、そっちも頑張りたいと思います。誰が重しじゃん、おいまたじゃあちょっといろいろねブチラジも動きがあると思いますし、オーディオブックドット JP を ねこれを登録してブチラジ以外のも聞いて勉強して、みんなね賢くなってくださいね。そうそうそう、いろんなコンテンツありますからね、うん、そこに上司との付き合い方とかもあるだろう。
ある自己啓発本とかもいっぱいありますからね。そうそう、それを聞いてね、皆さん成長してください、うん。また、今週末仙台行きますんで、行きましょう、お近くの方はぜひ行きましょうなんで行きましょうって、行きましょうよ。いや行くんだよ、もう決まってるから。どうしようかなとかの状態じゃないから。行きますからね。明けましておめでとうございます、ミスターローレンス。あと5秒でクソつまらない空気すんなの。ということで、ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週、さよなら。ありがとうございました。